W52SH は、シャープが日本国内向けに開発した AU ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1、XWIN 対応の携帯電話である。AU では、W41SH、W51SH に続くシャープ製端末の第3弾、ワンセグ対応機種では第2弾である。ニューコンパクトスタンダード及び、 ホリゾンタルビューティーデザインのコンセプトをもとに、形状は、回転二軸折りたたみ形で、厚さ17.6ミリの薄型で、シャープ発の非サイクロイド型のワンセグ対応機種となる。また、この機種はワンセグに対応してはいるが、アクオス形態の相性はついていない、W51SH から比べ、地上デジタル音声放送実用化試験の受信機能や TV 出力が非搭載になっている。 また、今までのアクオス形態が、左側の最端部に、ワンセグ受信用アンテナを設けているからか、やはり W52SH も、回転二軸ながら、左側に、ワンセグ受信用アンテナを設けている。また、液晶は、同社の液晶テレビ、アクオスで培われてきた技術が採用されており、他社の IPS 液晶や UKL に匹敵する、高コントラスト性を持った。 自社製のモバイル ASV 液晶の美しさはかなり評価されている。ただし、端末本体の薄型化と実用性をバランスよく両立させる理由で同社のイエゲーとも言える、ベールビュー液晶は本機種には搭載されていない。モノラルスピーカーからステレオスピーカーに変更されている。au のシャープ製機種では定番となったタスクバー機能を搭載し、au のシャープ製機種では初めて EG。 フェリカと AF 付きカメラを搭載した。また EG ハリサのアドホック通信機能を利用した最新サービスのタッチメッセージに対応しているほか、新サービスにも対応しているが、W44K2 を除く AU の1、XWIN 対応2007年夏、モデルとしては唯一、オープンアプリプレイヤーに対応していない。デザイン、機能面、使用感にそれぞれ評価が高く、派手さは、 あまり感じないものの、スリムで落ち着きのあるデザインであり、なおかつ、バランスの取れたワンセグ対応端末として、本来は20から30歳代の女性ユーザー向けの端末として企画されていた。しかし実際に売り出してみると、老若男女の幅広いユーザー層から高い人気を得ており、相手メディアの英雄向けの携帯売り上げランキングでは、販売開始直後4位で初登場し、 登場2週目以降からは18週にわたり1位を獲得していた。その後しばらくは、エクシリム携帯 W53CA、インフォーバーに、ウー携帯 W53H、W53T などの機種に1位の座を明け渡し、au 向け携帯売上ランキングの上位10位以内に滞在する状態が続いた。そして、およそ3ヶ月後の2008年2月4日から2月10日の、 au 向け携帯売り上げランキングで再び1位になり、3週に渡り1位を維持した。しかし、再び、ウー携帯 W53H 等の後発機種に1位の座を明け渡して、次第にランキングの上位10位内から退いた。なお2010年1月現在、既存の au 向けのシャープ製端末からすれば、販売台数が最も多い機種であり、 au 向けの歴代のワンセグ対応端末としても、現時点では、販売台数が最も多い機種である。同期に発表された au の2007年夏モデルの w52sa 及び、エクシリム携帯 w53ca、さらに歴代及び、後発の au 向け端末を含めた場合では2005年度のベストセラーモデル、a5509t や2006年度のベストセラーモデル、 W41CA 2008年度のベストセラーモデルウー携帯 W53H 2009年度のベストセラーモデル K002 2010年度のベストセラーモデルベスキーと並ぶベストセラーモデルといえる2007年10月18日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた2008年4月10日に 以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2009年2月3日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。ありがとうございます。